1944年12月13日は、ロシア出身の画家であり、美術理論家であった。一般に、中象絵画の創始者とされる。ドイツを呼び、フランスでも活躍し、後に、両国の国籍を取得した。彼は、モスクワに生まれ子供時代を、オデッサで過ごした。 1886年から1892年まで、モスクワ大学で法律と政治経済を学ぶ。1896年に、ミュンヘンで絵の勉強を始め、象徴主義の大化フランツ・フォン・シュトゥックに支持する。1902年、ベルリンの分離派展に出品。1904年からは、パリのサロンド・トンヌにも出品している。1909年には、新ミュンヘン。 美術家協会会長となるが、1911年には、フランツ・マルクと共に脱退して、青騎士を結成した。その間の1910年に、最初の抽象画を手掛け、絵画表現の歴史の新たな一歩を記している。代表作の、コンポジションシリーズは、この最初のドイツ滞在期に制作された。革命後、1918年に、モスクワに戻った。 当時のソ連では、前衛芸術は、ウラジーミルレーニンによって革命的として認められており、カンディンスキーは政治委員などを務めた。しかし、ヨシフ・スターリンが台頭するにつれ前衛芸術が、軽視されるようになり、スターリンが共産党初期長に就く、直前の1921年に再び、モスクワを離れて、ドイツへと向かった。 1922年からはバウハウスで教官を務め、1933年にナチスドイツによってバウハウス自体が閉鎖されるまで勤務した。1941年にフランスがナチスによって占領されたのにもかかわらず、彼はアメリカへの移住を拒否し続け、パリ郊外に位置するヌイ・シュルセーヌでその生涯を閉じた。なお、1928年には、 ドイツ国籍、1939年には、フランス国籍を取得している。ピエト・モンドリアンやカジミール・マレービチと共に彼は、抽象絵画の先駆者として位置づけられている。また、多くの著作を残しており、美術理論家としても著名である。ナチス占領下のフランスでは、作品の展示を禁止されたり、彼について論じることを禁止されるなど、不遇のまま亡くなった。 1967年に未亡人のニーナが晩年の彼を支えたことでレジオンドヌール勲章を受け完全に復権した。詳細はカンディンスキーの海外一覧を参照。ありがとうございます。